大区の国道4号でトレーラーの積載物が歩道橋に衝突した事故で県警は高さ制限を超過してトレーラーを走らせたとして道路法違反の疑いで運送業者を家宅捜索しました午前9時捜査員が運送業者の家宅捜索に入ります家宅捜索を受けたのは若林区の運送業者丹ントヨケ工業です 今月27日、大白区の国道4号でこの業者が運行していたトレーラーの積載物が歩道橋に衝突しました。積載物までの高さは法令で定められた4.1メートルを超える4.8メートルで、50代の男性運転手は高さ制限を超えてトレーラーを走らせた道路法違反の疑いが持たれています。運送業者によりますと、 岩沼市の取引先から積載物の運搬を依頼され、高さは3メートルと説明を受けたということです。運ぶ前に図面の提供を求めましたが送られてこなかったため、運転手が目視で高さを確認したということです。警察は運行管理に関する書類などを押収し、容疑が固まり次第運転手の男性を書類送検する方針です。